はい、よろしくお願いします。ビフォーの、はい、長さとか色とか、まあ、髪の状態を教えてください。ビフォーのもともと長さは胸レングスで、で、まあ、あの前髪もあの毛先の長さも全部ほぼワンレングス状態で、まあ、ずっと伸ばしっぱなしだったので、まあ、動きもなくて、まあ、ちょっとダラッとした感じでした、うん。はい、あの色は大体何トーンぐらいで何色ぐらいになるんですか？色はビフォアは12トーンのちょっと、まあ、オレンジ系で抜けてる感じです、うん。はい、はい、すいません。じゃあセクプラでカラーから。そうですね、はい、9トーンの、ラベンダーブラウンに、まあ、ちょっとバイオレットを、ブルーをちょっと混ぜて、ちょっと秋冬なのでちょっと深みを出した感じです。はい、ブルーというのが深みを出す役割。そうですね、まあラベンダーだけでも十分出るんですけど、もともとの色味が、まあ、ちょっとオレンジも濃かったのと、はい、明るさも結構あったので、まあ、ちょっとブルー入れてちょっと落ち着かせたって感じですね。全体に同じトーンで、はい、ワンメイクで、はい、均一で。ではカットお願いします。カットは、まあ、長さをまずリングスを、7センチカットして、で前上がりに設定して、で顔周りも顎下ぐらいまで、長さを切って、そこからトップにかけてレイヤーを入れていって、まあ全体的に軽さをと動きを出したっていう感じです。最初レングスを7センチぐらいカットしたっていうのはどういう狙いがあったんですか？まず痛みを、あの伸ばしっぱなしの痛みを取りたいっていうのもあったのと、ただ彼女はあまりこう切りすぎるよりは少し長さもちょっと残しておいた方が、まあ女性っぽいかなと思ったので、まあ、そうしました。軽さと動きっていうことなんですけど、まあ、レイヤーで全体に動きをっていう、はい、毛先の方に。毛先ですね、まあ、でもちょっと今回は思い切ってレイヤーを入れていこうかなっていうイメージだったので、まあちょっと秋冬なんですけど、まあ、ずっと重たいスタイルが流行ってたりとか、まあ、韓国系のちょっと毛先だけに入ってるレイヤーが多かったので、もうちょっとなんか華やかにというか、もうちょっとこう動きが出るようなスタイルも新鮮なんじゃないかなっていうので、ちょっとレイヤーを普段よりも多めに入れて感じです。すごい華やかでしたし、ちょっと動きが、はい、あります。じゃあ、スタイリングをお願いします。スタイリングはあのカットラインに合わせて、まあ、そのレイヤーのカットラインに合わせて毛先を32ミリの、まあ、お太めのアイロンでワンカール全部巻いたっていう感じです。で全部巻き終わった後にちょっとオイル、スタイリングオイルを全体的になじませて、であとは手でラフに散らすっていう感じです。ワンカールでみんなが剃ってもらう。そうですね、そうですね、だからやっぱりレイヤーが入れば入るほど、まあ、簡単に動きが出やすいので、変にこうウェーブとか、まあ、アイロンで変な形を作っていうよりも、ワンカールであの全体的にカットラインに合わせてやってあげるだけで、まあ、手でやればちょっとこう動きが散ってくれるっていう感じなので、まあ、カットに素直にシンプルに巻いたっていう感じです。この辺のちょっと長めの前髪の部分も、もうそうですね、ワンカールですね、はい、あのこう香りかかる感じがする。あ、そうですね、はい、まあちょっとレディーな感じで、うん、秋冬は、うん、まあカジュアル感というよりはどっちかというとちょっと、うん、大人っぽさとかレディーな感じをちょっと今回は出そうかなっていうところで、はい、やりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。